赤道橋下り車線玉川に架かる赤道橋のぼり車線。府中市、玉市赤道橋は東京都の玉川に架かる東京都道18号府中町田線の橋である。元来当地にあった赤道の私の代替として1937年に河橋橋の名は南岸の玉村赤道より取られた。1990年代に至るまで東京都区部府中。 国立方面と多摩市主要部、または日野市、八王子市方面の野園街道、川崎街道、北の街道沿いの多摩川南岸地域とを結ぶ橋は、この赤戸橋のみで隣接する橋は、上流は国道20号の日野橋、下流は神奈川県道、東京都道9号川崎府中線のこれ正橋までなかったため交通が集中していた。年に、 京王電鉄による大規模宅地開発及び多摩ニュータウン開発に伴う交通量の増大を見越して上流部に並ぶ形で新赤土橋が架けられ従来までの2車線から拡幅されていた。しかし交通量の増加はそれを上回って激しく最終的に元橋周辺の渋滞を解消したのは1998年の府中四谷橋及び2003年の石田大橋の 開通であった。赤土橋は2車線、歩車一体型であったが、並行して加強された新赤土橋は、歩道と車道を分離している。そのため、上流側にのみ歩道がある構造となっており、下流側への歩道併設を望む声も聞かれる。赤土橋は1937年の仮設であり2012年時点で75年が経過し、老朽化が進んでいるため、 現在新橋梁への掛け替えが予定されている。2016年に着工し、16年かけて新橋への移行が行われる。急遽の高乱と名盤の一部は橋北側にある中川原公園で保存される。相模国は北上し、武蔵区に国府へ向かう東海道が赤戸の渡しで玉川を渡った。橋以前の歴史などはも参照のこと。 http://www.jasbc.or.jp/.kyor.yotp/.tttel.cgi id イコール1887橋梁年間データベースより、ハット AB 玉川中流部発となる仮橋を設置した橋梁掛け替え事業の着手について16年後の完成を目指して、 www.ktr.mlit.go.jp2019 年3月25日閲覧。なお、現在の府中四谷橋付近にあった、一宮の私も、東橋の完成とともに代替され消滅している。http://www.kens ets, u.metro.tokyo.jp スラッシュ touken スラッシュリブス、e、ラッシュ pdf スラッシュッシ p-1a.pdf ハット http コロンスラスラッシュ w w w k e n s e t s u m e t r o t o k y o j p スラッシュ kit a n a n スラッシュ j i g y o u スラッシュ t インテックス html 給料の整備事業の項を参照ありがとうございます